坂道の両側に続く土蔵や板塀の町並み。知多市岡田の町は知多木綿の里として栄えました。岡田の町で知多木綿の生産が始まったのは江戸時代の初期、慶長年間のこと。その後、晒しの技術の導入によって知多木綿の名声は全国に広がりました。木綿買い継ぎ問屋中島七右衛門邸の跡地です。伊勢から木綿の晒しの技術を導入した中島七右衛門の邸宅がここにありました。武田邸の蔵は江戸時代末期に建造された岡田に現存する最も古い木綿蔵です。地元の熱い信仰を集めた八火山慈雲寺、南北朝時代の寛応元年、一色則光によって創建されました。町の氏神様岡田神明社は元和8年の創建。社殿は伊勢神宮の古材を貸しして建てられています。竹内虎王は明治31年、竹内式動力織機を発明。岡田の木綿産業に革命をもたらしました。手織の里、木綿蔵知多。明治元年に竹内虎王が建てた木綿蔵です。機織り体験を楽しむことができます。明治以降、岡田の木綿業の中心となった旧中七木綿本店。明治29年、イギリスの動力織機を導入し、岡田初の工場を立ち上げ、最盛期には3つの工場を経営していました。今も現役の岡田簡易郵便局です。全国から集まった木綿織の女工さんたちがこの郵便局からふるさとへの便りを送りました。数年をかけて何十回と塗り重ねられたという竹内康弘邸のナマコ壁、岡田の町の繁栄を忍ばせます。明治20年創業の料理旅館増磯、木綿問屋の旦那たちの舌を楽しませた一品を今も味わうことができます。懐かしい風景に惹かれ、多くの人が知多木綿の里岡田を訪れます。